はい、お疲れ様です。塚原農園です。今日はご紹介するのが、稲わらと鶏糞、米ぬかを使った踏み込み温床になります。こちらが、ナス、ピーマン、トマト、キュウリなどの夏野菜、メロン、スイカですねの、温床になります。まず最初に藁を、ね、下に引いて、落ち葉と、鶏糞と米ぬかを、サンドイッチ状にやって踏み込んで、水をかけて踏み込めば、その発酵熱を利用した、苗床ですねの夏野菜などの、苗床になります。最大で、温度の方が60度ぐらいまで最高で達して、でその後だいたい安定するのが40度前後ですね。このように枠を作って、で、一応下には電熱線など入ってますが、まあ、保険的ですね。このようにまず1段目稲わらを、この今稲刈りをしたやつを、保存しておいたものですね。コシヒカリの水筒、コシヒカリのわらをきちんと段々にサンドイッチ状にするんですね。で次の層に、落ち葉、山でさらってきた落ち葉を巻いて、で鶏糞と、米ぬかを巻いて、でまた藁をで何層にもして、水をじょうろでかけます。で足で踏み込みますね。1時間ぐらい踏み込みますね。それでビニールをかけとけば、2週間後には温度が上がってきて、その後、上に葉種用のバイドを引いて、バイドを引く前に育苗シートを引いて平らにしますね。そこへ、育苗バイドを、種まきバイドを巻いてから、そこへ、等間隔に夏野菜の種まきをします。こちらが、米ぬかになってますね。こちらが、ガソリンのようなものです。添加剤ですね。これと鶏糞を混ぜれば、熱が上がるというのを、利用した昔からの手法になります。ですね。猫ちゃんもあったかいので寝ております。順番に積み込むと、これだけ山盛りになってますが、全て使うとこれが全部、先ほどみたいに下に、平らになります。またこの、踏み込み温床で使った、こういった使い終わって今度夏になるとこれを撤去するんですが、5月6月から7月にかけてですね。で、その発酵熱が終わった後のこの残渣、稲わら、鶏糞、米ぬか、落ち葉などが、溜まったものは、廃棄せずにそれを山積みにしておけば、それを3年4年かけて、熟成発酵させて、それを鉢上げする際に使う、今度育苗培土として、使うことができます。腐葉土ですね。腐葉土として、利用することができます。またそういったものは、やっぱりいろいろと発酵微生物が、たくさん有用菌が存在しておりますので、育苗培土の他にも畑に撒いたりすれば、健全な苗作り、野菜作りにも効果があります。というわけで、踏み込み温床の床場のご紹介になりました。ご視聴いただきありがとうございました。